こんにちは、今新東京国際空港って言わないんでしたっけ。ここは成田空港第2ビル、空港第2ビル駅に今おりまして、これからですね南極まで行ってきます。南極までっていうとかなりね遠くって、なんか例えばアフリカとかまで行ってケープタウンから船みたいなイメージがあるでしょ。私もねずっとあったんですよ。そんなめんどくさいことしたくないなと思ってたんですけど、めちゃくちゃ南極まで簡単に行く方法が見つかりました。でタイトル詐欺とかね、騙したとか言われたくないんで先に言っておきますが、南極大陸に上陸することはしませんが、しかし南極をバッチリと見てくることはできます。どういうことなのかご説明します。空港が混みすぎてるんでちょっと人のいない方に脱出しますけど、これから日本航空の飛行機に乗って18時40分発とかだったと思いますけど、それでシドニー国際空港まで行くんですね。でシドニーから乗り換えて現地のカンタス航空って、オーストラリアの全日空みたいなやつでそれに乗って、でまたそこからも普通のジャンボジェットの通常の旅客機に乗って、それがね南極まで行くんですよ。南極まで行く飛行機ってなんですね。でそれで南極に着陸をするわけではなく、上空をこう見せて遊覧飛行をして、またシドニーの国際空港に戻ってくる。でオーストラリアの一応国内線扱いなんだけど南極の上空まで行く飛行機ってあるんですね。でそれが夏場の時期、夏ってのは今もう11月で冬なわけですけど、南半球は夏ですから、夏の時期になると臨時に月に1回程度運行されるんだそうです。で主要時間なんですけど、東京18時40分に出まして、日本時間でいうと明朝の、4時半だから4時40分ぐらい、つまり現地時間の6時40分ぐらいにシドニーに着きます。で今度、8時にですねまたシドニーに飛行機で出まして、それで南極まで何時間かかるのか具体的に私今知らないんですけど、多分そんなにべらぼうに長い時間ではなく、多分5時間ぐらいは南極まで行けると思うんですよね。そうするとちょっと今計算しますけど、なんかどうも多分なんですけど東京から15時間ぐらいで南極まで行けるっぽいんですよね。だからそれが一応南極までの最速ルートになってるんですよ、民間人が行くには。戦闘機みたいな速いやつで行けばもっと早く着くかもしれませんけど、とにかく普通の人が東京から南極行くには一番速いルートで、今までその南極行きの飛行機に乗ってる動画って全然見たことがないし、探してもなかったし、それから東京からねまさかそんな20時間も経たずに、20時間間違いなくかかんないですから行けるなんてこう思わないわけじゃないですか。だからちょっとやってみるのもいいかなと思ってね、今回やらせていただくことにしました。本当に軽い乗りに来ちゃいましたんで、なんかいろいろね持つべきもの持ってないんです。いやさすがに旅券とかそういうの持ってきましたけど、オーストラリアってよく考えたら電源が日本のあれと違うんですよね。電源のやつちょっと買っといた方がいいかな。現地も1泊2日で帰ってきちゃうんですけど、でも変換のやつやっぱ必要だよなとか今いろいろ考えてるんですけど、はてさてどうなることやらという感じですが、なんとかなるでしょう。で、あとはね問題がもう一つありまして、東京からね南極まで、南極でシドニーまで行って、シドニーから南極の乗り換えがね国際線から国内線の乗り換えなんですが、それが1時間40分しかないので、飛行機遅れたら終わりなんですね。シドニーの往復まで航空券37万円かけて買いましたんで、ちょっとねこれなんかあって遅れたりしたらやだなと思うんですけど、遅れたら残念でしたということで、JAL のビジネスクラスに乗ってそれで、シドニーまで行って遊んできました、帰りにメルボルンに寄りますみたいな、そんな動画になっちゃうんですけど、それもそれでチャレンジ、もし失敗したらまた来年というわけですね。よろしくお願いします。だいぶ早く到着しまして、今ですね16時25分なんですが、飛行機が出るのは18時55分だったようです。結構遅かったんですね。私もうちょっと早い時間だと思ってたんですけど、それは別にいいです。だから多分ラウンジとかで時間待ち合わせをする必要があるんでしょう。おーいっぱいあってよく分かりませんけど、まだ出てないか、いや出てるはずだな。いろんなね世界中の国々の名前出てますけど、18時55分シドニー行き日本航空771便、これですねオンタイムと出てます。よかった、遅れたらねこれから先の南極行きの飛行機に間に合わなくなりますから。成田空港を利用したのは初めてなもんで、成田第2ビルとここに書いてあります。これ出国も完了。桜ラウンジ名物のカレーをいただきます。ここはビジネスクラスなどを利用した人が主に立ち入れるところ、つまり今回はビジネスクラスで私は行くわけですが、もともとはプレミアムエコノミーという座席で行く予定でした。ただし出発の数日前になってからもう一回ちょっと運賃のもろもろいろいろ確認してみたら、なぜか直前になってみるとビジネスクラスとの差額がわずか5000円になっていたので、じゃあ5000円追加してビジネスで行くべきだろうということで急遽変更したわけです。もともとはプレミアムエコノミーとビジネスの差額が10万円ぐらいあったんですが、どうしてそうなったのかは分かりませんが、ともかくこれはラッキー。急遽これでビジネスクラスでの旅が叶いました。これは非常に助かります。なぜかというと、これから先シドニーまでの飛行時間はおよそ9時間、そしてシドニーからわずか1時間での乗り継ぎ、その後また12時間30分エコノミークラスでの旅があるからです。南極までシドニーから飛んでいってまた戻ってくるまでずっと12時間30分飛行機のエコノミークラスに座りっぱなし、それはちょっときついから、私は行きの一番にビジネスクラスに乗り込んで寝て体力を温存させておくことにしたわけです。そして翌朝日本時間で午前3時台ですね、
で3時半くらいになるのかな、これがシドニー時間ですと午前5時半とか多分それぐらいなんだと思うんですが、飛行機が着陸するまであと1時間とか確かそんぐらいだったと思います。朝ごはんの時間、朝ごはんを出していただきまして、なるべく早くパクパク食べます。まあ、しかしこれはね、別にあんま関係ないというか、朝ごはんは美味しかったけれども、それよりもっと他にいろいろと心配すべきことがありました。シドニー・キングスフォード・スミス国際空港に着いてから国際線で到着をするわけですが、その後乗り換えのチャーター便もチェックインの締め切りの時間までは1時間しかありません。到着をするのは6時30分、飛行機が出るのは、8時15分だったかと思いますが、その国内線の飛行機のチェックインは7時30分までに済ませるようにということになっています。6時半について7時半のチェックインが可能なのかどうか、実は私もいろいろ調べてはいたんですが、実際にできるかどうかというのは結局行ってみなければわからないというところもあって、今回その点がチャレンジングな工程でもあったわけです。結果的には成功したという朗報をまず先に皆さんにお伝えしておきたいと思います。キャビンアテンダントの方にも相談しまして、これ1時間で乗り継ぎできるでしょうか。アテンダントさんが親切に乗り継ぎの方法をいろいろと調べて、もしくは、身内でいろいろと検討していただいて、これをこのように行って、ここをこのように曲がる道順を全て確認していただきました。この道順通りに行けばおそらくは間に合うと思われます。そういった手書きのメモまで用意していただきまして、本当にありがとうございます。自分でもうちょっと調べようがあった気はするのですが、ビジネスクラスの方に非常に親切にしていただきました。そして飛行機は帝国よりも5分ほどですが早くキングスフォード・スミス国際空港に到着しました。だからその分の余分の時間を得たのです。なお、この飛行機が着いてから、急いで降りるということになったわけですが、やっぱりビジネスクラスですからね、前方に座っているので早く飛行機を出られ、その点非常に助かりました。というか多分ビジネスでなければ間に合っていなかったと思います。それからこちら、これはね、乗り継ぎエクスプレスなんとかとかいうやつですが、入国カードかな、入国審査のその会場のところを通るのにこれですと優先的に通ることができる、そんなものがあるんだそうです。これ非常に助かりましたが、結果的には使いませんでした。そしてこの飛行機から降りていくところで、実は前日の夜ラウンジのところにいたらば、フランスの方だったと思うんですけど、英語でですね、海外の方の視聴者、海外にお住まいの視聴者の方が偶然この日本の地で私を目撃して、そして話しかけて来られていたのですが、飛行機を降りて大急ぎでこのようにメモに従って私がカンタスの乗り継ぎのチェックインカウンターを目指そうと頑張って走り始めたところで、後ろから肩を叩いて声をかけてくれて、グッドラックとそういう風に教えてくれたのです。I will go to Antarctica とそういう風にはその人に言っていましたので、私が南極へ行く風変わりな乗客であるということと、それからそれは YouTuber らしい行動でもあるということを、その人たちも納得してくれていたようです。カンガルーのマークが書いてあります。オーストラリアの日本航空に当たるのか全日空に当たるのか分かりませんが、その、キャリア航空会社、フルキャリアというのかな、これがカンタス航空です。これからそのカンタス航空にお世話になることになります。シートベルトのサインが消えたらばすぐにそれを外し、そして真っ先にと言いたいところですが、私はビジネスクラスの中ではあまり前方の席に座ることはできませんでした。もうビジネスの切符を買った時点で空席がほとんどなかったのでね、だから後ろの方ですけれども、お客さんになるべく早く降りていってほしいなと思いながら、しかし飛行機のドアが開くと同時に弾けるように外へ飛び出したわけです。そろそろ入国審査ゲートが近づきます。そこでは撮影をすることはできません。結果的には自動の入国ゲートというのがありました。私もそれがあることは知っていました。 Which is faster? と聞いたらば、私のエクスプレスカードというものを持っていた、さっき の, JR 東海のクレジットカードのことじゃないですよ。エクスプレスカードってね、優先の国内入国カウンターみたいなところを使うよりも自動チェックインのところを使った方が早いということで、それを使ったらばスムーズに通ることができました。そして早速もう入国、今晴れて自由の身になりましたが、すぐにカンタスドメスティックトランスは国内線乗り換えゲートがあります。そこへ大急ぎで向かいます。まだ時間は十分にあります。しかしこの長蛇の行列、これ大丈夫なのかなと思いました。そしてここのゲートをくぐるとき、航空券を見せてくださいと言われました。私はそんなものは全く持っていません。持ってないけど大丈夫なのかな、どうしたらね。 My destination is Antarctica. I will ride, ride. Plane ってライドでしたよね。 I will ride charter service って言ったらば、ああ You are lucky って言って謎の紙をくれました。航空券の形をしていましたが、無地の航空券にカンタスの印鑑を押しただけのもの。これが何か役に立つのかわからなかったんですが、それはなんか魔法のパスポートみたいな感じのものでして、カンタスのゲートをそれでどんどんくぐることができたわけです。今7時15分、チェックインの締め切りの時間まであと15分、バスで急ぎます。これしかし私は今ね、
もう国内線の制限エリアっていうのかな、チェックインのカウンターの内側に入ってしまっているんですが、本来であればほとんどの人は国内線のチェックインカウンターというところをくぐってから乗り場に向かうわけです。だから私ちょっと違うところから入ってきちゃってるんですよね。まず飛行機のチェックインのカウンターのところへ行って、それで国内線のカウンターのところで私南極行くんですけどと言って手続きを受けて、それでおそらくはこのカンタスの制限エリア、飛行機の乗り場がいろいろあるところに至るんじゃないのかなと思いますが、私は国際線から多分乗り継いできた唯一の乗客だと思いますんで、一番ギリギリの工程でやってきましたから、これ大丈夫なのかなと思いました。ちなみに私の利用する飛行機はあそこに止まっていますが、ボーイング747ジャンボジェットです。日本ではもう姿を消したものですが、私も結構これは好きです。海外旅行を大衆化させてくれた英雄的飛行機であると思います。ともかくこれで国際線のところから国内線の制限エリア、乗り場のところに近づきました。見ると8時ちょうど、あ、ごめんなさい、8時15分じゃなかったね、8時発でしたね。シドニー行きの何便、2904便と書いてありますが、ここはシドニーなのですが、シドニー発シドニー行きという謎の乗り物です。そして意外にもですね、チェックインといいますか、チェックインをちゃんとしたルートから入ってきたわけではないんだけれど、乗り場の脇にカウンターがありまして、そこで普通に航空券が物理的に置いてあって、あなたですね、スーツさんかみたいな、そんなこと言われて、それでそのまんま普通にチェックイン、何事もなかったわけです。行き先シドニー発ミステリーフライト行きの航空券、こんなもの初めて見たよと思いました。席番号は 58C 番ですが、これは全行程の途中半分のところで 58A 番、つまり窓側の席に変わることができるようになっている切符です。だからシドニー発ミステリーフライト行きとミステリーフライト発シドニー行きという2枚の航空券を使ってこれから乗っていくということになります。私一人だけスーツ姿、なんでとは聞かれなかったね。おお、あなたすごいドレスアップしてきたんですね。あはは、私もあははと言ってきました。いや、仕事終わってから直で来たんですよ。え、マジですか、そんなことを言ってました。向こうの人は多分そう言っていたと思います。日本人は頭がおかしいと思ったかもしれないし、思わなかったかもしれません。飛行機の中、こんな感じでみんなして乗り込んでいきますが、かなり楽しそうな感じ、ラフな雰囲気ですが、たださすがにこれはお金のかかる乗り物なんだなということも思いました。一番安くても確か10万円ぐらいはしたのかな、高いと80万円ぐらい、私は18万円、そんなにいい方の席ではありませんけど、これは国内線扱いなんですが、非常に珍しいことにブランチ、つまり朝食と、それから昼食と、それから夕食と、機内食が3度も出ます。そして様々な機内での催し、何か演奏や出し物などもあるそうだし、それから飲み物などもかなりふんだんに出されます。もしかしたら世界一豪華な国内線のエコノミークラスかもしれません。ワインも出るし、それからこのように他にシャンパンみたいなのはなかったけどね、いろいろあるの、これ見ていただくとわかるでしょう。ジュースの種類も豊富だったようです。そして南極行きの飛行機に乗る人向けに配られたパンフレットがこちら。オーストラリアがこんなちっちゃく端っこにだけあって、マクシマムエクステントオブシーアイスと書いてありますが、多分南極の、氷の部分がこれだけ最大広かったですよと、そういうことなんでしょうね。昔はこれだけあったけれど、今は少し縮んでいるんですとか、飛行機はこれからこの辺行きますよとか、そういったことを示すような地図だと思います。いや、これからまさにこんな地球の南の一番南の方まで行ってしまうんだなと。もうこれより南へ行けば寒くなる一方、横向きに地球を移動するということはあったけど、縦向きの地球の移動となると新設です。これ見てください、昭和と書いてあります。ジャパン、日本も一つだけ南極に基地を持っていて、昭和基地だということはあまりにも有名なことです。ただし今回はオーストラリアの使っている南極のエリアを行くらしく、昭和基地の周辺には全く行かないようです。そしてまたこちら、アフリカ大陸ですよね。これね、アフリカ大陸とそれからオセアニア、オーストラリアが同じ地図に1枚に載っているというのはなかなか面白いことですが、しかしこれは当たり前のことでもあります。世界地図にはいろいろな見方があるのだなとつくづく思わされます。もうちょっと広くなりましたが、メルボルンがオーストラリアの南部、この辺りにありまして、それからもうちょっと行けば、そんなに離れていないぐらいのところ、シドニーとメルボルンの距離、分かります？左のところにシドニーありますよね。シドニー、メルボルンの距離が東京、大阪間ぐらいだと思うんですが、メルボルンから南極まではこれぐらいですから、結構南極って近いんだなということがお分かりいただけるんじゃないかと思います。ちなみにこの赤く区切られているところ、ここが確かオーストラリアが使っているところかな。南極条約ってね、南極は共有の場所なんだけど、なんかオーストラリアが管理する動向みたいな、そういうのがあるんですよね。私もそんなに詳しくはありませんが、この5と書いてあるところは今回飛行機が飛んでいくところのようです。他にもまだ全くその担当が決まっていないようなところなどもあるそうです。ちなみに日本向けにそれが割り当てられたところは確かなかったんじゃないかな。昭和基地はどこの担当なのかな。リミットアンディファインドって書いてあるから、特にまだどこだということは決まっていないようですね。しかしこれから南極に行くんだなという思いがいよいよ強くなってきます。
まあ、ただしかし少し困ったこととしては、私の隣に座っていたおじさん、あ、You are camera is Canon? みたいなことを聞かれて、あ、君キャノン使ってんの？そう、私はキャノンの一眼レフカメラを今回持ってきていたんですけれど、しかしそのおじさんはですね、親しくて優しくて非常に良かったんですが、親しげで、ただ私が今までに出会った人の中で最も太っていました。エコノミークラスの座席には収まっていなくて、この人をエコノミークラスの座席に12時間も無理やりはめ込むなんて一体大丈夫なんだろうかということを私は心から心配したし、また当然のごとくそのおじさんの体は一部私の側にはみ出してきましたが、まあそれは仕方ないこととします。親切なおじさんでしたからね。サングラスが似合う西洋人らしいおじさんでした。お客さんもみんな席に着きまして、シートベルトを締めてくださいね。いよいよ出発をする準備です。こんな感じ、車内じゃないや、機内の雰囲気もとても楽しそう。みんながみんな一緒に乗ったお友達、そんな雰囲気ですが、ところが私はしばらく寝ていたらですね、なぜかわからないんですが、シートベルトサインが、一旦消えていました。つまりシートベルトをつけなくてもいい状態になっているというわけです。飛行機は一旦離陸しようというふうに後ろへバックしていったのですが、その後もしばらく結局45分ほどずっと止まったまんまでした。私もしばらく眠っていたのですが、眠って目が覚めたらおじさんが、あ、君寝ていたのか、よかったね、まだ出てないんだよ、おかしいなと思いました。何かあったようです。機内では水のサービスなどが始まりました。そしてまたみんなが立ち上がってうろうろと遊び出しているようなところで、なんとはしごが到着。どうもエンジニアリングトラブル、そんなことを言っておりまして、ちょっと問題が発生したようです。ちなみに何がおかしいのかということをですね、ゆっくり英語を喋ってくれるその親切なオーストラリアのマダムにお聞きしたところ、なんだっけな、ナビゲーションシステムとか言ってて、ナビゲーションというのはカーナビのナビゲーションではなくて、航空装置舵取りの機能がちょっとおかしくなってしまったらしいのですけれど、ボーイング747の上がこのように開いて、これで今ちょっと修理をしているというところなんだそうです。ですから一旦滑走路のところまで出ていったにもかかわらず、ボーイング747は戻ってきて、もう一度ボーイングブリッジを接続して、そして係の人たちが上に乗ったようでした。お客さんたちはみんなその様子を、おお珍しいと言って見ているし、またキャビンアテンダントの方は、これが747747スペシャルショーみたいなことを言っててね、これが特別ショーですよ、今回のサプライズですって言ってました。これはジョークなわけですけれど、日本で言ったらぶち殺されると思いますが、これがオーストラリア海外の文化では普通なんだなと思って、出発はどんどん遅れていますが、全く問題なさげといった機内の雰囲気が、これはこれでとても面白かったものです。これで間違いなく今日帰ってくるのは遅くなることになると思いますが、まあ多少遅くなることに関しては仕方がないことなのかもしれません。今南極は夏です。日が沈むということはありません。だから南極はいつでも見えるわけです。じゃあいいんじゃないかと。これからの南極の旅、いよいよ楽しみになってきました。さあ一体どうなることやら。どうも修理が終わったのかな。これを蓋を閉めて、もうそろそろ出発できるようですね。ところが機内の大変長い放送が始まりました。どうもこの口調は何やら非常に申し訳なさそうな口調のように聞こえます。オーストラリアの訛りの英語、ただでさえ英語の聞けない私にも、なんとなくこれは言ってる意味はわからないながら、まずいことになったんだろうということが分かりました。なんか今 Thank you for your understanding とか言ったぞ。これはお客さんがいよいよ降り出しました。さっきまではですね、この飛行機が出ることはパスサボーですみたいな、この飛行機は出発はできます、だけれども出発が遅れますみたいなことを言っていたんですが、結局故障はもう全く致命的なもので、ついに治ることはなかったようです。ですからこのサービスはキャンセルですと、そういうふうなことの案内もされまして、お客さんは全員乗り込んで満員となったジャンボジェットからまたみんなとぼとぼ降りていきます。何のために何のためにシドニーまで来たんだと、一体な、もうこうシドニーまで来てやっとこれから目的を達成しようと思ったら、その目前で飛行機の座席にまでついて必要な書類まで全て配られてというのに、滑走路へ飛行機を向かい出したというのに中止になるのかと思いましたが、しかしそれでも私もそれからお客さんも意外とみんな朗らかだったのです。私はもう今回いいや、また来りゃいいだろう、いつか来ると、そういう風に割り切ってですね、考えることにしましたが、他のお客さんもああやっちゃったね、あっはっはみたいな感じで全く怒っている感じがありませんでした。このことを気に留めているように見えるお客さんが一人たりともと言いたいところですが、実は3人ほど西洋の方がいらっしゃったのですが、その方たちがね、マジ切れしているのを見ましたけれど、ほとんど切れている人がいなかったのです。なんでこれが笑って済ませられるんだろう、どうやったらこんな余裕のある感覚を持てるんだろう、まあ私も正直今回は別に何もまあ笑って済ませちゃおうかなとは思ったんですけれど、日本だったらこうはいかないだろうな、
西洋の価値観の違い、受け入れる許容範囲の広さ、まあダメなものはダメだ、仕方がない、そういう心の余裕を学んだような気がします。午前8時の便は結局10時30分になっても離陸することはなく、そのままキャンセルということになってしまいましたが、その代わりに大きな学びを得たような気もします。ただね、今回本当に世界中から、私もそうですけど、この便に乗るためにアジア系の顔の人とかもね、いっぱい乗ってきていたようなので、いろいろ世界のあちこちからこの飛行機、南極行きのシドニー発の便に乗るために、月に一度の便に乗るために来ていたんだろうなと思うんですけれど、その人たちもよく怒らないでね、このまま帰るなと、本当に私は心から感心したものでした。ともかくこんなオチになってしまいましたが、南極へどうも、東京から15時間ぐらいで行くことは可能であるようです。それは実証することはできませんでしたが、まあ、飛行機が壊れなければ行けるというところまでは確認しましたので、まあこんぐらいで、すいません、私もこうなるとは思ってなかったんですよ。お許しください。ご視聴ありがとうございました。